はい。それでは、行列の積ということで、いよいよ行列同士の積について定義することにしていきます。まず、基本となるのは、行ベクトルと列ベクトルの積ですね。行ベクトルというのはこのように、1行の行列です。それから列ベクトルというのは1列の行列ですね。はい。 ということで、行ベクトルと列ベクトルの積をまず定義します。ここに色分けしてやりますけども、第一成分同士をまずかけます。それから第2成分同士をかけます。第3成分同士をかけます。N 個の場合はこれを N, N 回繰り返しますね。そして得られたものをすべて足し合わせます。それが行ベクトルと列ベクトルの積ですね。ということになります。 式で書くと、このようになります。はい。これなんか見たことのある式なんですけども、これは、例えば3次とか2次の数ベクトル同士ので考えると、まあ、片方横に寝かしてて考えると、内積によく似てますね。はい。まあ内積とほとんど同じような性質を持つわけですけども、このような形の式ですね。 これをですね、行と行ベクトルと列ベクトルの積として定義します。で、ここでこの式に注目するとですね、実はこれ、例えば B1 から Bn というものに注目すると、AI を係数とする一時式で,で、しかも定数項がないと、定数項がないというような式になっています。 それは A1 から A に関しても同じ。お互いに、互いに両方にとって、えー、一時式になって定数個がないという特徴があります。これは非常にこの線形代数を通じて重要なポイントになります。はい。それではまあ簡単なクイズで、えー、結果が3となる計算式を選びなさいということですね。はい。この中で結果が3となる計算式をちょっと考えてみてください。はい。ここでビデオを止めてちょっと自分でやってみましょう。 はい。どうでしょうか。えっと、まずですね、えー、左側にあるのはすべて列ベクトルかける行ベクトルの形になっています。これと行ベクトルかける列ベクトルと思いますね。あの、全く違うものですので注意してください。いいですね。ですから左側は、これは全部、えー、数ではありません。これは後で定義するんですけども、これは実はこの左側のものはすべて行列になってしまいます。もっとサイズの大きい行列ですね。 これなんかは 3×3 の行列。これは 4×4 の行列になるんですけれども。えー、ですから、あの左側は全部違うわけですね。さあ、右側ですけども、右側の方はまずこれですね。これは実はこ定義できないですね。えー、こちらの方は3、1×3 の行ベクトルで、こちらの方は 2×1 の列ベクトルですから、これはあの、 お互い1に対してこの1、1に対して2ってやると、この1に相手どこっていうことで、これ定義できないんですね。はい。で、えっと、定義できるのはこれとこれは定義できます。この2つは定義できます。で、実際計算してみると、1×1 たす 2×1 たす 0×1 なので、これは3になります。それから、これは 1×1 たす 1×1 たす 0×1 たすマイナス 1× マイナス1なので、3になります。 えまたこれ、あれですね、定義できたら答えが全部両方とも一緒で正解というパターンになってしまいましたけれども、えー、これはあのこの2つが正解ということになります。